決勝の相手は誰だ？さっさと出てこい。お前たちの相手は私たちだ。あらあら、そうだったの。新旧蛇女対決ってわけね。ねえねえ、優勝したら何が欲しいか決めた？あんたたち、蛇女に戻りたいとか言わないでよね。今さらそんなこと言わないよ。じゃあどんなお願い事をするのですか？それはまだ決めてませんけども。決めてはいないが、はっきりしてることがある。私たちは過去を振り返りはしないということだ。なんだと？一人前の忍びとして与えられた仕事をこなす。今の私たちにあるのはそれだけだ。仕事？お前たちは任務で PBS をやっているのか？そうですわ。詳しいことは言えませんけど、依頼人への守秘義務がありますから。仕事なので。どういうことなんだ？ごめんなさいね。あなたたち学生さんとは住んでいる世界が違うのよ。私たちは一人前だから。しかし、勝負となれば一人前も学生も関係ない。強い者が勝つ。ただそれだけだ。ああ、その通り。さすがは雅。いい意気込みだ。ならば私たちで最高の決勝戦にしようじゃないか。行くぞ。私たちの初仕事、絶対に成功させましょう。止まんないよ。アヒー、恐ろしい。覚悟はできたか？
敗だ。いや、勝負はどちらに転ぶかは分からなかった。みやび、お前たちなら蛇女の魂を継いでいけるはずだ。ホムラ、優勝おめでとう。心からそう言わせてもらう。余裕だったな。コングラチュレーション、よくやってくれたわね。はい、やることはやりました。それでシンはどうなりましたか？まだはっきりとしたことは言えないけど、シンの封印は相当強固なものになったはずだわ。よかった。はい、これ小切手、約束の報酬よ。十分な額だと思うけど。ちゃんと受け取りなさい。あなたたちはちゃんと仕事をしたのだから。はい、ではありがたくいただきます。よし、みんな、これで焼肉パーティーだ。やったー、本当にありがとうございます、鈴音先生。鈴音先生、どこにいるの？こっちで呼んでるわよ。最後までしらばっくれたわね。大したもんや。あとは大会の優勝商品ね。何にするか決めたの？そうですね。何の音だ？ちょっと どういうことよ。まさかマシンが暴走を？な、鈴音先生！よし、目標達成だ。